260レミントンは1997年にレミントンアームズが発表したライフル実縦である6.5から 08A スクエアとしても知られている。レミントンがこの相談を標準化する前にも308ウィンチェスターをベースとした多くのワイルドキャットカートリッジが存在していた。この実縦はより高圧力で使用されるが弾頭重量が149レーンを超えない時の 弾道は6 5 5 5メーにおおむね類似している。さらに重い弾頭を使用した場合、6 5 5 5トルの弾速はより速くなる。また、260レミントンの全長は6 5 5 5トルよりも短いため、6 5 5 5トルよりも短いアクションに装填できる。メートルは比較的高い弾道係数を持つため、 ベンチレスト射撃やメタルシルエット射撃、長距離射撃などのライフル射撃競技において260レミントンは成功を収めてきている。比較するとリコイルが著しく小さいにもかかわらずその軌道は300ウィンチェスターマグナムに匹敵する。またライフルの後径を308ウィンチェスターから260レミントンに交換する場合一般的に 単なる重心の交換だけで済む。レミントンには成功を収めたワイルドキャット実報の採用実績があり、そのライフルと弾薬を販売し時には実報に、レミントンの名を実報に命名してきた。22250レミントン、25から06レミントン、7mm から08レミントンといった他の多くの実報と同じように、 260レミントンは6.5から08という名称のワイルドキャット実報として始まり、最終的にはレミントンによって商用実報として発売された。しかし、レミントンがこの実報の標準化を最初に試みたわけではない。当初は LTC アーサー・アルフンと彼の会社 A スクエア LLC が標準化のためにサーミに最初に提案と図面を提出した。 その数ヶ月後にレミントンが同様の書類をサーミに提出した。そしてこの騒動が収まると6.5から08は 6.508A スクエアではなく260レミントンと呼ばれるようになった。6.5から08実報は単に308ウィンチェスターをネックダウンしたものである。ハンドローダーとワイルドキャッターは 7mm から08レミントンをネックダウン。 あるいは、243ウィンチェスターをネックアップすることで、260レミントンの薬莢を作ることができる。親となる実報は、容易に安価で手に入るため、6.5から08は6 5 5ー m、mm、m のような実報の経済的な代替品である。243ウィンチェスター、308ウィンチェスター、あるいはこれらほどではないが 7mm から08と、 比較すると6.5から08は優れた弾道係数と断面密度を持つ。6.5から08はワイルドキャット実法であったため、薬質を切るリーマーによって薬質のばらつきがあった。さらに、243ウィンチェスターと308ウィンチェスターのどちらから成形するかによってネックの厚さ、すなわち実法の寸法に影響があった。 特定のライフル用に成形された実砲は別のライフルでは薬室にうまく適合しないだけでなく危険な圧力に達することもある。実砲の標準化によってワイルドキャット実砲であることによって引き起こされる問題が解決された。歴史的に264口径は来たアメリカにおいては商業的に失敗しているがヨーロッパ、特にスカンディナビア諸国においては 主力光景の一つである。6.554mm マンリヒャーシエナワー、6.557mm モーゼル、6.5から2 8 4十四ノルマはヨーロッパにおいて確実な支持を得ている。しかし、北米においては、264ウィンチェスターマグナムとその後の 6.5mm レミントンマグナムをはじめとしてこの光景は商業的に大きく失敗し続けている。 260レミントンもこの北米の傾向に沿っているように思われ2011年にはレミントンは260レミントンのモデル7シンセティックを生産したのみで260のモデル 700CDL とモデル7のようなライフルは廃止となったしかしレミントンは複数の260レミントン相談の製造を続けている2010年の NRA ハイパワー ナショナルチャンピオンシップでシェリー・ギャラガー軍曹が260レミントンを使用し優勝したことによって人気は復活しラプアは2011年のショットショーで260レミントンの薬莢の製造を発表した260レミントンは308ウィンチェスターの薬莢を親薬莢として使用しているが264口径弾頭を装着できるように ネックダウンしているだけで他に変更されている点はない。現代的な設計に従っているため、親となった実行には、M14、FN フェル、H&KG3 のような自動装填ライフルで、確実に装填できるように、テーパーは、ほとんどない。260レミントンの薬莢容量は3 4 7トル h 2 o である。サーミと CIP、いずれにおいても、 260レミントン実法の設計仕様が策定されている。両組織の寸法の差はわずかであり、この寸法差はもう一方の組織の交差内にほとんど収まるが、CIP はこの実法をデルタイル問題実法として掲げている。サーミの寸法は1999年の1月29日、レミントンの申請が承認された時に発行された。サーミは6条。 ツイスト9インランド幅、095インの重心を推奨している。推奨される 3K は、256イン、谷系は、264インである。また、圧力6万プシーでの使用が推奨されている。260レミントンの最大、CIP 実行寸法すべての寸法はインチ及び、ミリメートルアメリカにおいては、ショルダー角を、α にイコール20度と定めている。 最も一般的なライフリングのツイストは 229mm、3K は 6.50mm、谷 k は 6.71mm、mm、ランド幅は 2.42mm であり、ライカンの種類はラージライフルである。CIP の公式ガイドラインによると、260レミントンは415ンパまでのピエゾ圧力に耐えられる。CIP 規制下の国においては、 消費者に販売できることを証明するために、すべての実報は、最大 CIP 圧力の125%で、体力試験を行う必要がある。260レミントンの264口径にはいくつかの利点があり、それは、断面密度と弾頭の優れた重量である。工場相談は、通常1 2グレーンから1 4グレーンの重量の弾頭を使って製造される。 リーローディングでは85グレーンから160グレーンの重量を使用することができる。120グレーン弾頭の断面密度は0.246でこれは165グレーンの308口径弾頭に140グレーン弾頭の断面密度は0.287でこれは190グレーンの308口径弾頭に類似している。また、 160グレーン弾頭の断面密度は0.328でこれは220グレーンの308口径弾頭と類似している。断面密度は貫通力を左右する大きな要因となるため、264口径は北米においては小型の口径ではあるが、この分野で優れた結果を残すことができる。ワルター・ D.M. エム・ベルは その障害で1000以上の像を撃ったことで知られているが、264口径と284口径のライフル銃も使用していた。260レミントンの薬莢容量は 6.55mm よりもわずかに少ないが、より高い圧力を実現することができる。しかし、260レミントンと 6.5mm クリードモアを比較すると逆のことが言える。 これらはほとんど同じようであるが、6 5ト、mm、ルクリードモアは、260レミントンよりも高い薬質圧力を実現することができ、これによって、ある弾層の長さや、実縦の全長が与えられたとき、260レミントンの最大弾丸全長あるいは、ジャイブ長よりも長い弾頭を使用することができ、さらに、260レミントンは、 薬莢の容量と長さがより大きいが、ある弾頭重量に対して、260レミントンと 6.5mm クリードモアの重厚初速はほとんど同じである。しかし、いくつかの理由によって、260レミントンは 6.5X55mm スーイニッシュよりも優れた性能を持つ。一般的に、260レミントンでは、 重厚初速2890フィート S を出す120グレーン弾頭や重厚初速2750フィート S の140グレーン弾頭が使用される。一方、スウェーデンのノルマでは 6.555mm では重厚初速2822フィート S の120グレーン弾頭や重厚初速2690フィート S の140グレーン弾頭が使用されている。 260レミントンに北ヨーロッパで人気にある160グレーン弾頭を使用することも可能だが、実砲の全長が比較的短いため弾頭を薬莢ボディの深いところまで挿入しなければならず、火薬を入れる空間が少なくなくなってしまう。そのため、この実砲においては一般的に140グレーンを超える重量の弾頭は推奨されない。 ゲームクラス対6インチ標的に対する260レミントンの最大直線弾道距離、そのベースとなった薬莢のおかげで260レミントンはタクティカルあるいは標的射撃用のライフルに使用されている 7.6251mm ナトや380インチスター後径のライフルは適当な260レミントンの重心を追加するだけで後径を変更できる ルイスマシンツール、アーマライト、ラルー、DPMS パンサーアームス、マクミーラン・ファイロームズ、KMW といった会社が現在この実行用のタクティカルライフルを製造している会社として挙げられる。6.5mm の弾頭は優れた弾道係数を持ち、特にスカンジナビア諸国において標的射撃に使用されている。タブスは2010年の NRAHP。 チャンピオンシップで優勝したライフルを製造している。260レミントンはメタリックシルエット射撃においても人気を高めている。2014年の NRN エネーションチャンピオンシップ用具調査では260レミントンはハイパワーライフル、ハイパワーハンティングライフルでともに最も人気のある光景として挙げられている。260レミントンは霊羊、ヤギ、 カリブーに対して効果的な実法であり、その性能はスウェーデンとフィンランドでヘラジカに対して広く使用されている 6.555mm と似ている。エルクやムースのようなクラス3の獲物を捕獲することができる一方で、一部のハンター、特に大型のムースやエルクを狩猟するカナダのプロハンターは、これらの大型の鹿に対してはわずかにパワー不足であり、 オジロジカやミュールジカのような小型のシカへの使用が最適であると考えている。通常、260レミントンよりもパワーは小さい 6.55mm はノルウェーやスウェーデンでは最低で重さ 9g の弾頭を使用してヘラジカに対して使用される。260レミントンは重さ440ポンド以下のアフリカの霊用のようなクラス2の動物を狩猟するのには 素晴らしい実法であると考えられる。断面密度体弾道係数カルメの弾頭を使用することによって、260レミントンは、マーモット、ウッドチャック、ボブキャット、コヨーテといったようなバーミントや小型肉食動物のハンティングにも有用である。毛皮の利用が目的でない限り弾頭は迅速に広がるような設計のものを使用するべきである。毛皮を利用する場合は、 FMJ などの広がらない弾頭も使用できる。ラプアの138グレーン、バーガーの140グレーン、シエラの142グレーンといった VLD 弾頭を使用した。260レミントンは、より小さい風による変流と約半分のリコイルで1000ヤードにおいて、シエラ190グレーン弾頭を使用した。300ウィンチェスターマグナムの性能に匹敵する。 120グレーンのボートテール弾頭では400ヤードにおける残存エネルギーは180グレーンの308ウィンチェスターに匹敵するが生じるリコイルは308ウィンのそれのおおよそ3、4だけである。レミントンが260レミントンを発表した時モデル700とモデル7の両方でこの後継用のライフルを販売した。 また、法執行期間限定モデルのモデル700でもこの後継用のライフルを販売した。レミントンはこれらのライフルでの260レミントン後継モデルを廃止したが、レミントンカスタムショップでは継続してこの後継用のライフルを製造している。ブローニングは一時期、ウィンチェスター1885ローオールのコピーで B78 として販売していたライフルと、A。 ボルトミクロハンターでこの後継用のモデルを販売していた。その後、ブローニングはこれらのモデルでの260レミントン後継用のものを廃止した。サベージアームズは複数の260レミントン後継ライフルを生産している。現在はハンターシリーズ 11FCNS、ウェザーウォーリアーシリーズ16回 CSS、 ターゲットシリーズモデル12ロングレンジプレジジョンといったライフルを販売している。またサベージはモデル10プレデターハンターマックス1、モデル11ライトウェイトハンター、モデル11ロングレンジハンターといった特殊なライフルでもこの後継用のものを販売している。ルイスマシーンツールは MWS シリーズのライフル向けの百六十レミントン重心を販売しており、これによって 複数の異なる口径の重心を素早く交換することができる。ティッカは260レミントン口径で T3 シリーズの複数のバリエーションを販売している。サコ TRG22 競技狙撃用ライフルでも260レミントンが利用可能である。同様にラルーは260レミントン口径のプレレトーブルを発表した。現在一般的に 260レミントンとして知られる実報は1996年にサーミによって標準化するために A ・スクエアカンパニーが提出したもので、これはレミントンがレミントンの名を付けた実報の計画を発表する数ヶ月前のことであった。A ・スクエアの申請では6.5から 08A ・スクエアと呼ばれていた。今でも一部の利用者はこの実報をこの名前で呼んでいる。サーミが レミントン・アームズの6.5から08実縫の標準化に関する申請を受諾して以来、A スクエアはこの実縫をラインナップから除外し弾薬の販売を取りやめた。その代わりに A スクエアは30から06スプリングフィールドをベースとして、264口径にネックダウンした6.5から 06A スクエア実縫のライフルと弾薬を製造している。この実縫は、 260レミントンよりも200ヒート S 以上速い速度を誇っている。ありがとうございます。